いる。あるらしい、実際。だからそのバージョンも。高橋一緒だった。一人だけのお墓であったよ。うん。吉田にはないな。収容と通力ですか。これ貞子の。そうです発言。その後にお父さんのことを書いた。すごいですねこの手がかりは。というわけで始まります。今日はあのケンさんと。はい。まあケンさん地元がわけなんですけども、このわけと言ったらこの高橋貞子さんが地元っていうことですよね。でこれ誰なんだというとそのリングのモデルになったこの貞子のその元となった人物ですよね。元のその人が和気町出身ということで、で和気から東京に出て上京して、そこから霊能力というかそういう。貞子さんも嫌気がさしたのか東京を後にして岡山に帰ったと、はいはい、いうところまでの情報は知っとったんですけど、それからまあわけということでいろいろと調べ、まあどうやって調べようかなとでまずは高橋さんいる家を当たってみたけど、はい、ある家はお寺で聞いたら。皆さんこんにちは。映画リングの貞子のモデルになった高橋貞子はご存知でしょうか。旧姓は万代貞子、岡山県和気郡和気町出身。彼女は超能力を持ち東京に移り投資や念写を行っていた。そして超能力研究者の福来とも基地に手を貸す。これが千里眼事件の始まりである。投資能力を証明する実験であったが、様々なトラブルが起こり、協力した超能力者三船千鶴子が自殺、長尾育子が病死した。貞子はその後岡山に戻り消息不明となっているという。貞子の行方前編。まどうだ、この辺におったってことですよね。いつ頃までわけが幼女に出たんだ。いつ頃からどうか、これから何もなし。まず初めに向かったのは貞子に関係しているのではないかとされるお寺へ。昔近隣の人たちが投資の勉強会を行っていたという場所です。ここです。それは投資のやつですか。うん、なんかビデオというか何だか初めてだな。それが聞こえ残ってないかな、言ってはよかったんですよ。で、貞子さんもここは出入りしとった可能性もあるんですか。これは細い頃はあるだろう。貞子のお墓はどこへ。貞子のお墓はどこへ。で、この2人、千里眼の2人は自殺と毒殺かなんか。あ、そうなんですか。2人とも墓もある。もうそれも分かってるっていう。分かってる。みんなネットとか出しとる。ああ。この方はちょっと謎と。その貞子、うん、どこに行ったかっていう。まあ、ここで消えた。岡山に帰って、それから分からない。もしかしたらこの辺にいる。あるらしい、実際。だからその場所を僕は未だに確定ができる。探さんといけんってことですよね。だからどう、ここはあれならこの辺じゃったよとかいうのが分かればいいポイントでいけるかな、ね、本当に家とかそのお墓とか取ってもいい。うん、その前言ったその貞子が生まれた故郷のタバコ屋のとこですよね、うん、ただ、昔にもうちょっとこの土手寄りにあった家が本当らしいんだけど、火事が行った。燃えたんですか。で、今のところへちょっとお前に行けてみた。なるほど。貞子が生まれた家の周辺へ。貞子が生まれた家の周辺へ。
貞子の生まれた家は火事により燃えて現存していないが、この辺りに家があったとされております。貞子の生まれ元のお墓。続いて向かった先は貞子の旧姓万代家のお墓へ行ってみました。こちらに何か手がかりはあるのでしょうか。前そうかな思いながら調べた時に、その源右衛門さんのがおられたね、その源が見えたんで、はい、もしかしてこの源次郎さんのお父さんなんかな思ってみたら、ああ、まあ後聞いたらそうです、そういうことだったんで。貞子のお墓は高橋家の方にないという情報がある。万代家に戻ったのではないかという説があります。源の名が見にくい、見にくいですけど、あ、でもなんとなくわかります、うん、なんかそういうこれが見えて、これが見えて源右衛門さんだったんで、はい、源右衛門さんってことはお父さんかな、源次郎さん。ああ、でもそれぐらいバラバラであったらしいんだけど、これ吉田って。ああ、なるほど。ただ貞子さんはこの中にはいない。あ、いない、話によれば、うん、いない。手がかりを得る。唯一貞子の手がかりを知る方のもとへ行ってみました。ここが交差点な。うん、小学校があるわ、手前に。いや、ないわ。で、役場があって、どうだよ、ここはお墓がようけ見えるんじゃ。そのこっちの方なんか、こっち側の。こっち、こっち。この固まってお墓がぎょうさん見えるところが。ぎょうさん、ここらあろう。せやからなんかこっち上がる道があって、これを横にこっち通っていった。山の中？山の中じゃない。で、大体、下の方だった。うん、うん、うん。で、ここはね、6つぐらいちらっと見えるところがあるんだけど、もうほんとちっちゃいんよ、この高さぐらいじゃないか。うん、うん、ここが永瀬の清子の生まれた高校の時に上道に行きおったら、うん、これ見えるわな。うん、うん、でもこの辺を探したんかようわからんかって、うん、こっちなんかな、こっちなんかな、だんだん増えとるじゃろうか。よいしょ、うん、この塊がある、はいはい、塊があって、それのこっちから行ったらそうじゃな、左側こっちが、うん、歩いてみねっけんは、うん、まあ高橋貞子で、うん、高橋貞子だったと思う、うん、だからちっちゃいよ、ほんと見落とすぐらい近い。旦那さんも一緒に入っとるやつ、一人だけ、一人だけのお墓であったよ。うん、吉田にはないのかな、だから、うん、吉田のは聞いてないから、もう家もそれは高橋言うよね、行かない、吉田は調べてないもん。うん、ほら電話番号ちょっとなんか書くものがあったら、まあ後でちょっと手探り、わかりました。まあ電気前のってことで、そうですね、ちょっとこのお墓を探す。分かりにくいところにある。まあ確かに固まってあるな。山のふもとにポツンと存在しているらしい貞子のお墓。日当たり次第に探っていくことにした。ですね。なんか書いてますね。あ、でもお墓あったんでしょうね、下、これ。
崩れたお墓がたくさんあった。どこにあるんだろうか。ああ。かわいそう。ああですね。あります。なんかなかった。ここじゃなさそうですね。ここに行くって言ってましたもんね。お墓のあれですかね。一体どこにあるのだろうか。確かにここはかなり昔からお墓だったようだ。これお墓ですか、これ。なんかこれど、飼育小屋ですか、これ。なんか飼ってた。なんか飼ってたような。すごいな、立派な。この動画いつも登録とボタン、バリとも登録とボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。
パパンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。